さんこんにちは、こんばんは、ルルシューです。本日はですね、今から、モンストのルパンコラボのダンジョンで、早速ですが、諸行無常、それが世の常究極ってことで、五右衛門に挑戦したいと思います。で、相手が光属性なので、ちょっと義経様でね、光属性キラーでちょっと蹴散らしてやろうと思います。あとはもうほんと火力パーティーが好きなんでね基本火力パです。これでちょっと行きたいと思います。はい、行きます。はい、どうでしょうね。と、何回か挑戦したんですよ。これで結構安定してる気がします、私的には。では行きたいと思います。結構ね、このお狐様のキラーがね、いい感じに作ってて、結構安定してる気がしますよ。気持ちいいねすごい好きだよ、私は。ギミックはね、風のね、風で吸い込むダイソンとダイソンと、あとなんだろう、このブロック、ここなんか出てきたっけな、ほらダイソンダイソン、吸引力のダイソン、これ多分難易度低めな気がするんだよね。3です。結構ね、スパスパいっちゃう感じなんで。ちょっと失礼様がね、光属性キラーがいい感じなんだよね、ほんと。20ターンでスキップなので、ちょっと頑張りたいと思います。はい、来ました。はい、ダイソンダイソン、いい感じでしょ。好きじゃない、キラー超好き。手ごわいでござる。でもね、なんか闇で結構固めても意外とこれは大丈夫そう。なんかね、闇属性で固めると火ダメがすごいから、でたまに見てるっていうか、この光タイプ、闇タイプのねボスでは言うけど、固めちゃうとやばいって言うけど、これはそこまでやばくないかもしれない。五右衛門ダイソンなのかお前ダイソンの正体だった五右衛門、五右衛門がダイソンの正体だったのかな、これやばいのかな、右下の。今んところほら何もあんましないでさ、静かにしてるけど、この6ターンですごい凄まじい攻撃かましてくるとかなこれ私まだ発動してないんだよね。
やっぱプルプルしてる。ゴエモンプルプルしましたよ。次でラストゲージですかね。ラストゲージかな。よし、これね、義経さんもね、貫通になるのね。よくない？これ、結構いいでしょ。えい、鞍馬の陣痛、無双の力なり。よし、OK。 いいね。相手が光だと、ほんといい。超効く。最後は、ルシファーで締めるぜ。えい、これ とまあこんな感じなので、そこまで難易度は高くないと思われます。何分ぐらいかかってるのこれ。10分かかってないよね多分。はい、てなわけでね、無事に石川五右衛門さんゲットしました。残すピクリできました。まあ、そこまでダンジョンの、難易度高くないと思うので、ルシファーとか闇属性のちょっと火力ある、ね、モンスター連れていくと大丈夫だと思います。アンチ重力バリア、斬撃、さくらちゃんと一緒のやつですね。この子はね、ルパンの神化に必要なので、ちょっとね、何体か必要なので回りたいと思います。はい、てなわけでね、モンストのルパンコラボ石川五右衛門と武人のコンスピクリできました。ダンジョンはそこまで難易度高くないと思うので、闇属性多めに連れてっても大丈夫かと思います。私も3体連れてったのでね、意外と大丈夫でした。10分かからなかったので、としてはちょっと難易度低めなのかなと思いました。なのでね、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。はい、ではね、今日もご視聴いただきありがとうございます。次の動画もよろしくお願いいたします。やりぬしでした。じゃあまたね。